中1男子です。最近特定の女子と仲良くしているようで、毎日2人で登校し、委員会も同じものに決めているようです。クラスは別です。毎日 LINE していて、深夜1時頃まで起きていることもあります。私はどういう風に対応したらいいでしょうか、ってことですね。はい、まあ思春期になるとですね、子供が、まあ、男の子であろうが女の子であろうが、こういった恋愛をするってことはね、よくあります。で、この時にまあ親がどのようにサポートしていくべきか、これ間違ったサポートするとですね、本当に特に男の子の場合は親子関係一気に崩れてしまうので、まあ、そうなる前にね、今日お伝えする方法でぜひお子さんをね、サポートしていただければと思います。はい、じゃあまず最初にですね、やってはいけない関わり方からお話ししていきます。これ何かというと、探るっていうのと否定っていうこの2つです。この2つは、絶対やってはいけません。ちょっと詳しく説明していくと、探るって何かっていうと、まあ恋愛ね、親としては気になりますよね。どんなこと付き合ってるのかなとか、どんな関係なんだろうとか気になるとは思うんですけど、例えば勝手に携帯を見るとかっていう風にやると、まあバレなきゃね、いいかもしれませんが、大抵バレるんですよ。で、バレた時に子供はどう思うかっていうと、親への信頼が一気に崩れます。あ、お母さん俺のこと全く信頼してないんだなってやっぱ思うわけですよ。うん。だからこれは絶対やめてください。うん。もうほんとリスクがね、高すぎますね。もちろんね、なんか本当にね、なんかひどい悪いことをして、もう、その時に一時的に、子供の許可を取った上でとかだったらまだいいかもしれませんけど、まあ、こっそり見るっていうのはね、バレた時にかなりね、親子関係悪くなるので注意してください。で、もう一個はね、否定ですね。これ何かっていうと、例えば今回のこの場合は男の子で女の子と仲良くしていると。で、この時に、そんな女の子とばっか遊ばずに、男の子と遊びなさいっていうのは、これ子供に対する否定ですよね。別に誰と遊ぼうがその子の自由なわけですよ。うん。だから、こういった、指摘っていうのは基本的に、してはいけません。うん。子供はやっぱ無条件にね、認めてあげるってことが大事なので、まあ絶対やってはいけないね。まあ、僕が書籍の中で紹介している名称法っていう3つのものについては、否定してもいいんですけど、それ以外のことは基本的には、ね、否定しない方がいいです。じゃあどのようにね、関わっていけばいいかっていうと、まあポイントはね2ステップあります。まあもうちょっと言っても3ステップかな。まず1つ目が愛情バロメーターアップです。まあ日頃から良好な親子関係をまず作っておくってことが大事ですね。で、これをしておくと、まあいわゆる子供の愛情バロメーターっていうのが上がります。いわゆるお父さんお母さんの愛情が子供の心にしっかり届いて、で、子供の心の中の愛情バロメーターっていうのが上がっているっていう状態ですね。で、こういう状態になると、いわゆる親子の信頼関係ができているので、子供は万が一何かあった時にすぐに親に相談ができます。まあね、思春期なので、例えばあんまりないとは思いますけど、例えば子供が妊娠してしまったとかね、友達、その彼女が妊娠してしまったとか、何かトラブルがあった時に早めに相談できるようになるんですよ。だからこれを日頃から上げていかないといけません。うん。で、これがステップ1です。で、2つ目、これは親子関係が良くなってくると子供とね、比較的、恋愛の話ができるようになってきます。例えば子供の方からね、なんか、お母さん実は俺さ、最近彼女できたんだよねとかって言ってきたりとか、女の子だったら、ねお母さん私さ、〇〇くんのことが好きなんだけどどうしたらいいかなとかって相談してくるようになるんですよ。で、その時、いわゆる求められたタイミングですね。このタイミングで、うん、まあお母さんだったらこうするかなとか、うん、あ、そうなんだよかったね、なんていう子って聞いたりとかっていう風にしていけばいいです。だからつまり、親子関係が良好だからこそ子供は親に相談してくる。だからこそ助言化できるって、そういうような流れになります。うん、この順番を必ず守ってください。で、求められたタイミングで助言をした時に、最後3ステップ目ね。まあ、これ2ステップと重ねちゃってもいいんですけど、ここで絶対これだけはやめてねってことをちゃんと伝えておくってことも大事です。まあ、例えばさっきの例で言うんだったら、そっか、彼女できたんでよかったねと。うん、まあ、でもあんたさ、もう、今まだ思春期なんだから、ちょっともう変だね、変なことすんのやめてよみたいな感じでさらっと言うって感じですね。うん。ここをなんか重く言うと子供はね、なんか、親にやっぱ話してもね、あ、なんか気持ち悪いなって思っちゃうので、まあ、さらっとね、きちんと伝えておくってことが大事です。で、例えば、お母さんと男の子とかだと、ちょっと異性なので伝えにくいこともありますよね。そういうのはお父さんとか、まあ、もし母子家庭だったら親戚のおじさんとかに伝えてもらうと結構伝わりやすくなります。うん、だから、ちゃんと愛情バロメーター上げた上で、求められたタイミングでうまくアドバイスをしつつ、ダメなことはちゃんと伝えておくっていう、この3ステップがすごく大事になりますね。で、あと、今回の場合、まあ、深夜1時に寝ているってあります。だからもしですよ、唯一否定してもいいとしたら、この寝ている時間ですね。うん。恋愛を否定するんじゃなくて、例えば深夜1時に寝ましたと。で、次の日毎日寝坊して遅刻しているとしたら、うん、恋愛のこと言うんじゃなくて、まあ、あなた、思春期だからね、それで携帯触りたくなる気持ちはわかるけど、夜中の1時まで起きていて、次の日、朝起きられてない。これは良くないよね、と。うん。だからその場合、それはさすがにお母さんも許せない。
から、だからもし、明日きちんと起きられないんだったらもう12時以降は携帯を没収するからねみたいな話をちゃんと子供としてください。うん、っていうのはこれは別に、恋愛を否定しているわけじゃなくて子供の生活リズムを否定してますよね。これはやっぱ良くないことは良くないって言ってあげないとどんどん、ね、昼夜逆転生活とかになってしまうのでここは注意してください。まあ、ただしこれもね2つ目で言った愛情バロメーター、これがちゃんと良くないと子供はねやみくもに反発します。うん、だから愛情バロメーターが高いことがやっぱ前提で伝えられるというのがあるので、だから日頃からねこの愛情バロメーターっていうのは上げておくようにしてください。